それでは放送大学総省の、教育の方法がロングセラーになっている佐藤学先生最新刊学びの心理学本日届いたばかりのものがございます。学びの心理学の著者である秋田清美先生にご登場いただきます。拍手でお迎えくださいませ。今日はなんかトークショーということなんですが、よろしくお願いします。佐藤です。トークショーっていうので一番やっぱりやばい相手なんですね、秋田さんなんか一番困っちゃう相手だと思います。もう26年ぐらいなんかね、ずっと一番まあ身近なところでお仕事を一緒にさせていただいたという経緯がございますよね。トークショーっていうのは大体ね、知らない方がいいんですよ、うん、なんか知りすぎてる感じがして、今日はだからちょっとひねくれ玉で全部勝負しようかなというふうに思っています。26、7年、それこそ私が実は大学院で博士課程に入った年に、佐藤学さんが、東大に着任されたというような出会いからずっとなもんですから、そういう意味ではとってもやりにくい人なんですけれども、でも実は、この4月からは職場が違うので、そういう意味では最近の状況はあまりよく、知らないので、そのあたりを中心に新しい佐藤さん の、 活躍や中身を伺えればと思っています。気がつくと36から知ってるんだからね、僕がね、だから長いってことは分かりますよね、うん、でどっから話をしましょう。そうですね、まずは新刊の本の感想からでね、はい、まず僕の方から学びの心理学という今日出た本、今日で見本が できたそうなんで、本日に間に合ってよかったと思うんですが、僕はゲラの段階で読ませていただいてですね、まあ、最初にその感想から申し上げたいというふうに思います。まあ、秋田さんのお仕事ってずっとまあ見てきたし、また学んできたわけですけども、今回の学びの心理学って本当にまあ、お教えでも何でもなく感動いたしました。まあ、いろんな点での感動はあるのだけども、細かなことはまた話の中で随所に触れるとしてね、まあ、授業に学ぶあるいは教師に学ぶというそういうスタンスをまあ2人は共有してきたわけですね。でまあ、授業の研究という、まあ、授業研究って一言で言われるんですけども、僕は、ま、前々からもずっと、まあ、今日に至るまでというのがずっと内心じくじたの思いがあって、それは授業の研究というのは本来心理学者がやるべきなんですよね、うん、で心理学をベースにやっぱ作らなきゃいけない、ね、でしかし、まあ、日本の授業研究とか教授学の研究というのは必ずしも心理学と この幸運な出会いをしてこなかったわけですね。ですから教授学や教育学をやる人間って僕もそうなんだけど、やっぱり心理学批判をやりながらもう一方で授業研究をやっていくというふうなね、そういう形だったわけですよ。 ですから、まあ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 、僕個人の問題で言うとそれを研究としてやるためにはまずはカリキュラムの研究から入っていったんですね。でカリキュラムの歴史学ね、カリキュラムの社会学、カリキュラムの哲学というところから、まあ、授業に落としていくと、そういうアプローチをしながらですね、でしかし、まあ、国際的に見るとね、授業の研究というのはもう圧倒的にやっぱり心理学がベースにならなきゃいけないし、で日本にもの教育心理学や心理学も授業の事実をきちんとね支えていける心理学研究になってほしいと思う、かねがねずっと思っててきたわけですね。これはもちろん秋田先生だけではなくて、まあ、先代がいまして東博先生とかですね、畑野義雄先生をはじめとしてね、そういう流れはずっとあったわけだけども、やっとこれで授業の研究の本格的な本ができたというふうに、まあ、思ったわけです、ね、だから僕のはもう枕でね、で枕から今度は本番へというそういう2冊だなというふうに、まあ、そういうふうに読みました。あと細かなことはまたいろいろ言いますけど、 まずは第一の印象で、やはりこれからはやはり授業の研究が、まあ、本格的に学習研究を基盤として展開できる、ね、それを礎のようなね、ここはエッセンスですけども、エッセンスだけだけども読んでて分かるんですね。この一文の中に裏側にどういう研究があってとかね、でどういうそのいちいち逐一ね心の中では書かれてませんけども、まあ、ぜひそういう研究が背後にあるということを含めて
これを読んでいただきたいなというふうに思いました。今日素晴らしいでしょ、すごく、ね、ありがとうございます、うん、あまりに過分な攻撃的でない、いただきながら、私自身がこの本の、苦労を最初にお話しながら佐藤先生の教育の方法につなぎたいと思うんですけれども、私自身、まずはいつも原稿を書くのが遅くて、編集者の方には本当にご迷惑をおかけしたというのは事実なんですけれども、一番心理学者として悩ましく思うのは、心理学ってできるだけ一般的に誰にでも当てはまるような法則や理論を書くっていうものが基本なんです。しかも、証拠といわれるような研究の結果とかそういうものをに基にして、何かを書くっていうことが基本なんですね。ところが学校のやっぱり現場は一つ一つ全て違いますし、伺った教室も授業もみんな違うわけです。で、私はやっぱり佐藤先生から学んで、そういうところの体感とかこう空気のようなものが非常に重要で、それをこう読みながら、子どものそれぞれの子どもやそれぞれの先生にこう寄り添いながら、考えていくということがとても大事だっていうことを教わってきたんですけれど、そうしたものといわゆる心理学で知っていただきたい概念をどうつないで、語るかっていうのは今回も必ずしも成功していないんですけれども、とても悩ましく思ったところです。実際には、放送大学の中では現職の先生をゲストにお招きしてラジオなんですけれども語っていただいたりとか、ビデオの音声を流すとかそういうことができるんですが、書き言葉になるとなかなかできないなっていう、そのもどかしさを感じながら、書かせていただいたっていうのが一つです。ただ心理学をやってきていつも感じることなんですが、心理学はもともと人間一般から来ているので、本当に教室にの実践とかそれから教室まではいけるんですけれど、学校全体がやっぱりみんなで学んでいかなきゃいけないんですけど、学校の、先生方の学びであったりそういうことをどういうふうに考えていったらいいかっていうなかなか展望が持ちにくいんです。でそういう時に改めてやっぱり哲学、教育の哲学であったりそこから見る方法っていうのがすごく大事だと私自身は思っていまして、お世辞でも何でもなく、こちらが先に出ているのでこれをまず読んでいただいてですね、それで全体の方向っていうのかな、学びっていうのを例えばどう見るのか、この中には佐藤先生がいわゆる伝達の様式でこう習得するっていうのと転用の様式で私自身が変わるというようなものがとても哲学的に古くから大事なんですよっていうことをこう解説で書いてくださってるわけです。で、そういうものをじゃあ具体的に細かく見ればどうしたらいいのかっていうところはこちらの本で書いてると思うんですけど、その大きなこう展望というものはなかなか心理学だけでは得られないその部分かなというふうに思っています。最初のところでちょっと絡むんだけど、第一の魔法の難しさということをおっしゃったときにね、つまり心理学というのはできるだけですね、ノイズを排除、要するに雑音排除した純粋な形で取り出していくわけですよ。でそうでなければ要するにある種の実験的なデータなり実証的なことってできないわけですね。でそうだから心理学の研究というのは実験室で、究極的には実験室で実験的なある、分かります、要するにある統制された環境の中である結果を出してそのことを結論付けていくわけですよね。でところが教室というのは全く実験的な統制の効かないところなんですよね。つまり何が起こるか分からないし、それから 見えないファクターが大きすぎるわけですよね。でそういう複雑なものの心理学でやるということをね、自己矛盾感じない、分裂、自己分裂、はい、で僕は今日そのことは秋田さんに聞きたかったんですけどね、
うん、私は多分教室に入れていただいたり、うん、まあ、保育所幼稚園から高校まで入れていただいて、入れていただくときは心理学者だと思って入っているんじゃなくて、うん、多分一私として教室に入れてもらったり、多分授業を学んでいる、ま、学ばせてもらってるんじゃないかなって。でそれってさ、すごくやばくない？すごくやばい、うん、やばいというか、その何言いたいかというと、あの秋田さんというのはすごくまあ、同僚で見ててものすごく頭のいい人なんですよ、ね、それから研究のセンスのいい人ね。でそれが実験室のような、言ってみれば旧来の心理学でいくとさ、すごい研究者になれるんじゃない？で今の道ってやばくない？もう今更戻れないあの道だし、何が楽しいってやっぱり先生方と、ね、失敗したと思わないの？あ、それはそうかもしれませんけど、うん、佐藤先生もそう思いません？本音を言って。いや、それは実は大学を移った時、私は発達心理学の研究者だったんです。で突然佐藤さんから来てって言われて移ったんです。で私は当然心理学 の授業ができるんだと思って、どこのポストに行くんですかって聞いたら、僕の下って言われて、え、すごくやばかったんです。で何を授業するのって言ったら、教職開発学っていうんです。先生のこう専門性を援助するっていう。私実は大学で一度もその講義も取ったことがないし、授業も取ったことがないんです。それでまずいなと思ったら、佐藤さんがこれからは子どもの学びを見ていくということが本当の教育を良くしていくために必要だから、それでいいのってこう言われて始まったんですよね。でそこから多分やばいままに来ているんだと思うんです。でも今良かったなって思うのは、恨んでない？いやもう、いやここでは言えないですよねこうじくじたる思いはいろいろありますけれども、やっぱりでもそれって教育のに関わる人って、どの人もどんな学問やってても多分悩ましく思って、本当に学校やそれから子どもたちに何とかこう、ま、から学ぼうと思うと捨てなきゃいけない部分が非常に多くないですか？佐藤さん自身はだって教育学者っていうか、うん、歴史学者のはずなのに、うん、やばくないですか？やばいよ僕もすごい能力ある人なんだよね本来的に。でそれが教師と出会ったり授業やってなんかおかしくなっちゃったよね、うん、だから理解してない？してますよ半分。やっぱり学問の研究とやっぱり実践の研究っていうのがね、やっぱ違ってくるんですよね、うん、だからそれは本当に大きく違うなっていう感じをやればやるほど思うよね、うん、でもこの頃ね佐藤さんが前、うん、最初10年ぐらい学校に入れてもらっても失敗続きだったって、その頃はそんな風にはおっしゃってなかったんですよ、うん、非常にうまくいってるように語っておられたんだけど、今聞くと実は最初の10年ぐらいはとっても後悔が多かった。でも今はなんか実践の中でどうやったら学びがうまく成立するのかとか、学校がどうやったら崩れないでこうやっていく支援や援助が一緒にできるかっていうのがこう見えてきたっておっしゃったじゃないですか。それってどうやって、まだまだ私はその失敗と苦闘の中で、いるわけなんですけど、僕いつも成功だと自分のこと思ってるのね。あ、それはわかります、うん、結構ナルシストですよねそうナルシストだだから多分10年後にはあの時また失敗だったというふうに言うだろうね、うん、なんかねやっぱり研究っていうことを考えたときに、つまり教室の研究とか学校の研究とか実践の研究って極めて日常的なことを扱うわけですよね。でそんなに大きな変化がないわけですよ簡単に言えば、ね、例えばよく僕思うんだけど、今の教育の議論というのは特に教育の改革の議論というのは、まあ、一種怒ってるんだけどね、大きなことばっかり話してるでしょ、うん、学校制度どうするかとかね、633条どうするかとかね、うん、それから、まあ、日本の学力水準をどう高めるかとかね。だけどさやっぱり教育にとって僕にとって一番必要なのは、大切だと思ったのは、これまでねずっと黙っててさ静かでさ何も言わない女の子がさ、ある日ねパッとものが分かってさ、次の日にねちっちゃいアップリケなんか自分で刺繍してつけてきたりするわけだよ、うん、ね、でそういうちっちゃいアップリケってかわいいねと思うまでね、それいいよって声かけたくなるね、そういう小さいことなんですよ、ね、
誰も気づかないのはふと小さな小さなことね、その小さなことに対する感受性というものが多分教育にとっては一番大切だから、うん、そういうことに気づき出したときにね、なんかなんていうんだろう、まあ大げさに言うと学問感が変わったと言えるし、それから研究ということの意味合いがね、やっぱり変わってきたなというふうに思うんですよね。そういうとこってあるじゃないですか。ありますね。ちょうど、まあ、何日か前というか今週伺った学校で、やっぱり逆に子どもじゃなくて先生にこれ10年ぐらい関わらせてもらってる小学校があって、やっぱりそこでみんながしっとりと聞き合うような、佐藤先生が言われるような聞き合う学校が随分こうできてるなと思う中で、やっぱりそれぞれの先生のスタイルってあるので、しっとりの中で響き渡るような怒涛の大きな声の先生がおられるわけですよ、ね、でもそれはその先生のスタイルで、やっぱりこうずっとやってこられたから元気でこうバシバシやる先生がおられるんですね。でも実はその先生はでも授業を見るとき一生懸命子どものことを見てくれてるし、その先生が今回伺ったら違うんですよ。声は大きいしやり方はそう大きく変わってないんだけど、待つっていう一呼吸がこう変わってこられてるんですね。で他の先生から見ると、あいつもあの先生はああいう先生でちょっとうちの学校の授業感と違うかなってこう見てしまう先生が、実はあ素敵だなと思って、先生待っておられますねっていうような話をしたんです。そしたら今まで送ってくれるとき私に声かけたことないくれたことないんですけど、みんなその学校の先生、私が帰るときにみんな並んで送りに行ってくれるんですけど、その先生が一番に声かけて、秋田先生とか言ってくれるんです。なんか嬉しかったですよね。なんかそういう小さなことがプロセスとして見えてくるときに大事なんじゃないかって思っていて、ところが教育の議論って大きな改革じゃなくて教室の中のものでもすごく結果とか形だけに急ぐことが多いなって思ってまして、で改めて今回今朝もう一度予習で教育の方法を読んだんですね。でそうした時に学びの様式にはこう伝達と変容があるとか、昔から例えば先生が効果的に伝えるためにモニタリアルシステムってよくできる子に伝達をさせて伝えるような方法があったんですよってことを佐藤先生の方に書いてあるんです。で例えば共同学習というものを一つを見たときに、やっぱり実は形としては先生がペアにしましょうとか共同って言われるときに結構大きな誤解があって、形がそうなればいいんだっていう思想と、ここの本にも書かせてもらったんですが、やっぱ佐藤さんが言ってらっしゃるのは一人一人が学びの主人公になってほしい、一人一人がつぶやいてそれを聞き取り合う関係を作ろうと思ったらペアになったり小グループが聞き合う関係ができるからそうしようね、そういう一人一人がみんなでこう語り合えるのが民主主義の基本だからそういう学校がいいよねっていうことをこう書かれる。ところがどこかで誤解があって、結果として4人組を入れるノウハウであったり、同じこうペアでも2人にすればいいとか、で4人がどうかといえばモニタリングシステムでできる子ができない子に教えて伝えましょう。で佐藤さんが言われているのは変容し新しいものに出会って、こう触れて変わっていく、そういう関係を作るっていうのがこれからの学びだから、それにふさわしいのには一斉だけではなくいろんな声が聞き合える環境を作りましょうってこう言われてるんだけど、結果を急ぐっていうんですかね、そういう学校のノウハウとか全てが結果で、学力もそうですけど形に行くところっていうのが怖いなってこう思うんですけど、どうですかご自身としては。まあ、せっかくこの方に触れてもらったんで僕も読み直してみたんですよね。13年前に書いてるんですこれで、だから僕が15年前か15年前ぐらいなのかな、99年は13年前か48かね、それぐらいの時書いちゃってるんですね。想像つかないよね、今62です、61か自分の年も忘れるぐらいね猛力してるんですよ。なんていうのかな、さらにこれちょっと裏話でなんだけど、放送大学で2度やってるんですね、2サイクルね。
とっても忙しくてね、なんていうか、何の準備もなく15回喋ってるんです。あれメモもなく即興全部。よく許されましたよね。うん、で1日4回撮ってるんですよ。だから4日であれ仕上げちゃう。絶対ダメだと言われたんですけどね。なんかこの時期っていうのはなんか湧き上がるようにものが考えられる時があって、でそういう時ってあるんですよね。だから多分その時の、まあ、産物だなというふうに、まあ、思います。読み直してみるとね、13年ね、何の進歩もないね。哲学っていうのはやっぱり変わらない大事にしたい展望っていうのがあって、うん、具体的に細かなところとか、うん、その社会の状況は変わっていくんだけれども、うん、まあ、根幹にあることっていうんですかね、うん、例えば授業作りと学校作りと子どもや先生の自分作りを常に一体でこうやっていこうっていうような、うん、それをバラバラにして議論したらうまくいかないよということであったり、それからやっぱり、うん、結果 と、 プロセスを抜いて、うん、こうやればこううまくいくっていうようなところをいか複雑にすればするほど学びは細くなって弱っていくっていうようなことをやっぱり書かれているとか、そういうところっていうのは多分時代が変わっても変わらないところですよね、うん、だから5釣りなのよね、4釣りか1万部ですよね。なんかそういう普遍性って、うん、だから哲学者っていいですよね。心理学者ってね、常に新しいものを語っていかないとならない、うん、ね、仕事なんですよね、うん、でもまあなんていうのかな、まあ、学びっていうね、このアクトさんの言葉に本の学びの心理学っていう、これ1992年、今でも思い出すんだ、僕と佐伯さんが学びという言葉を作ったんです。これ実はね、これためらいがあってね、使うべきかどうかというのね、そういう背景があってね、日本語で学びといういわば学ぶはあったけど、それから学びといういわゆる名詞形がなかった。なんとなく嫌だなと思ったら、教えと学びというのは宗教臭いしね、嫌だなと思ったりもしたんだけども、まあ、思い切って使ったわけですよね。佐藤学ぶだからね。そう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 自らのアイデンティティで。で使って、まあ、よっしょという形で使った、まあ、学習っていう言葉でいいでしょう。それから勉強を切り替えたかった、ね、勉強という言葉を、ね、切り返すためにはね、学習なんて言葉は普通の人は 使わないですよね。なんていうか教育心理学のテキストに出てくるだけでね、でそれを勉強という言葉を変えなきゃいけないという、まあ、ことを感じていて、だからあっと圧倒的に学びという言葉が広がっちゃったわけですよね、うん、今は何でも学びになってでしょう。だからこれはね、一体何なんだろうとずっと感じたわけですよ、考えたわけです。要するに学びという言葉を使ったときは広がらなくてもいい、もちろん広がらなくても構わないって思いながらも、その言葉でしか、まあ、表せない何かをね、言おうとしたわけだけども、これほど広がってしまうとね、あっという間に広がっていくと、一体今ね、現代を生きる人たちは一体何を求めてるんだろうと、まあ、そう考えるわけですよね、うん、で何かがそこにやっぱり込められているから、それが広がっていくわけでね。でその時に今秋田さんがおっしゃったような、やっぱりなんていうのかな、学びの主権者にならなきゃいけないというね。それ子供だけじゃないですよ、うん、教師もね。それから、ね、学びの主権者っていう言葉がすごく頭に浮かんだんですね。民主主義の社会というのはやっぱり学びの主権者を必要としてるっていうね、うん、でそういう時にそれが、まあ、いわゆる20年前に起こった僕の出来事で、うん、それ以来全部つながっていったというかね。だから進歩がないというのはある面いいことかもしれない、うんうんうん、堂々巡りの良さってあるんですよね、うん、でみんなこう現代の我々っていうのはなんか進歩進歩ってこう階段上るように前に前に行こうとしすぎてるんですよ、僕から言わせると。だから堂々巡りの良さっていうのがあって、これはジル・ドゥルーズっていう哲学者が最多反復というね本の中で書いてるんですね。現代人の最大の問題は反復ができないことだと言って、すごいこと書いてるんだと思って。どういうことかというとね、反復がコピーになってしまうんです、うん、要するに反復が繰り返しになってしまう、うん、
反復が絶えず新しい出会いになっていかないっていうわけですね。で小学校の 子供を見てみると分かるけど、あの子供の頃思い出してください。僕はいつもそれを思い出す。通学路があるじゃないですか、ね、毎日同じ道歩いてるのに毎日が違うんだよね、あれ、うん、カエルを見つけたとか ね小川にウジ虫がいたとかね、うん、そうでしょ、うん、子供ってね反復しないの、いつも出会えるの、うん、だそれが学びのねやっぱ原型だという感じがするんですね。一番プリミティブな形だから、そういうことをつまり主権者になるということは自分の身の回りの感覚の中に絶えず新しい発見を作り出すということでしょ。つまりよそあのお色気のものに要するに支配されないということだよね、うん、そういう感覚がねやっぱりあのまずは原点にあったよね、うん、私は学びっていう言葉がやっぱりいいなと思ったのは、今の主権者っていうことと、うん、あの学びってやっぱり動きがあって、うん、その学ぶっていうことが学習って、まあ、発達もそうなんです、うん、例えば保育やってると発達って言葉は使わなくて育ちになるわけです、うん、でそういうやっぱり私たちがあの母語で持っている身体感覚っていうか、うん、そうそうそう学びって動きがあって、うん、まさに自分が学んでいるっていうその体のある存在として動いてるっていう感覚が学びっていう言葉の方が多分学習っていう言葉よりあるわけですね。でそういうそのいつも体を持って新しいあの人や物やことと出会っていると新しい発見がある。でも頭だけで何かをこう綴っているとやっぱりそこには ある種の限界とか枠組みができてくるっていうことってあるんじゃないかなってこう思うんですね。ただ難しいのはさっき佐藤さんが言われたように、あの私赤ちゃんの時から子供ってね、うん、そういうみずみずしい新しい出会いがあるわけです。でも大人になると意図的に自らを新しくする努力っていうのをどうやって意図的にするか、そうでないとやっぱり麻痺していったりこうマンネリになっていきがちなところにその学ぶの難しさってあるんじゃないかと思うんですけれども、それは先生方とね付き合ったりか、うん、自分自身も感じることなんですけど、うん、そのあたりはどうですか。ちょっと違う角度でね、うん、もう一つここで秋田さんに聞きたかったんだけど、うん、要するにこの本とこの本との間には12年ぐらいのこうあの時間差があるわけですよ、ね、でその中で、一番感じたのはこの本、ね、秋田さんのこの本というのは、まあ、最近の 十何年間かの、まあ、認知科学なり学習科学のまあ、成果が随所にやっぱ盛り込まれてるわけですね。でそれにまずは圧倒されたわけです。よくこれだけ つなげながらね、あの授業のデザインというか学びの理解というものにねつなげてらっしゃるなというのに改めてねやっぱり力技を感じちゃったんだけどね。でその上でねちょっと聞くんだけど、この12年間ぐらいをやっぱりあの学習科学の認知科学のね発達ということを考えてみると、まあ、一方人工知能はちょっと置いといて、ね、人工知能の情報処理の問題はちょっと置いといて、それはちょっと別個の世界になるから置いといていくと、圧倒的に公正主義じゃないですか、ね、で圧倒的に公正主義って分かります。要するにこういうことなんですよ。要するに公正主義というのは、物事の認識というのは脳が意識によって構築しているものだとか、うん、意識と思考によって構築しているね、うん、まあ、分かりやすく言うとそうです。だから僕はこれをね、脳が構築するものをリアリティと呼んでるんですね。リアリティ、うん、だからバーチャルリアリティなんかバーチャルなリアリティですよね。脳が作ってるから ね。でそれに対して、身体感覚がやっぱ呼び起こすものね、これを僕はアクチュアリティで区別してるんです、うん、アクチュアリティどちらも現実感覚なんだけど、要するに脳が意識で構成するものはリアリティね。で身体感覚が現実感覚と呼び起こすって捉えるものが、ね、アクチュアリティなんですね。でこれはよく混同されがちなので僕は違うと思ってるんですよね。それでね、なんでこの話をするかというと、この間学習科学というのは圧倒的に公正主義で来てるわけですね。僕は公正主義というのはね、一部もちろん僕も使ってるけども、根本的な疑問があるのはね、そのリアリティを問題するけどアクチュアリティはね、まあ、問わないわけですよ、ね、うん、公正主義というのは身体論がないわけで、その問題ずっと悩んでてね、実は個人的にも悩んでてね。だけど秋田さんは学習科学というのをこれほど吸収しながらさ、今のお話にずっとあるように子どもの学びを見るんですけども、教師の学びや活動を見るんですけどもね、
極めてなんていうかな、身体感覚からこう秋田さん自身がそういう形で掴んでるし、そういうものを大切にできてるじゃないですか。それはどうして？心理学者捨てるか言ってるかかもしれませんが、そうかもしれない。一つは新しいその今の構成主義と言われる、うん、まあ、学びの考え方は、うん、まあ、個人だけではなくて間との人と人の関係を問題にしたり、うん、から環境とやっぱり人の関係、うん、システム的にこう見ていくっていうところは、うん、一つの新しい考え方だと思います。同じものでも、ね、うん、今日はちょっと残念ながらこの奥の方は一体感覚が横に長いので、もしかすると持ちにくく、こうもうちょっとこれが奥行きと眼差しが違うとまた関係が違ってくると思うんですが、そういう感覚っていうものを、じゃあそれがどういうふうな構造を持っているのかというようなことを明らかにしようというふうにはしてきたんじゃないかなと思っています。ただもう一方でその心理学者捨ててるからって申し上げたのは、私は実はその学習っていうのは人一般なんだけれども、割と学校小中高よりも乳幼児期を私はこう見ていると、やっぱりその子どもの学びを本当に捉えようと思ったら、言葉でないところの身体の一体感覚みたいなものを汲み取らなかったら見えてこない世界があるので、そういう関わり方を学んで学校に入れていただくので、そこが大きな違いかもしれない。で、実はここにも学校の先生方結構来られてるんじゃないかと思うんですが、学校の先生方皆さんそれをとてもこう大事にしておられるんじゃないかって思うんですけれども、その辺が学術的にはなかなかどういうふうに迫るかっていうのは非常に難しい問題なんですけど、実践者でやっぱ学習科学をやってたり教育心理学をやってる人が今たくさん学校の現場にも入れていただいて一緒に考えてるんですけど、そういう人たちはだから体で自分で身をもって学ぶっていう、いわゆる学者として紙から学ぶのではない学び方を学んでるんではないかっていうふうに思います。それは私は例えば佐藤さんと若い時から結構そうですよね、20代の時から知り合いなので、どうやって学校に佐藤学という人間が入るのかっていうのをこう見てくると、教室でどこに立っていてどういうふうに先生たちと話をされるのかっていうのを見ているわけです。でやっぱり年齢によっても変わってきますよね。昔はあぐらかいて偉そうだなと思ってるのが、かえって今頃になるとこうちょっと違う言い方におられるなとか、いろいろその時期時期でも違うんですけど、そういうのを体で感じながら、やっぱり研究者も学校との関わりを実は伝承されて技の伝承によって学んでるんじゃないですか。そういう、こう技の部分がなかなか描けないですね、学習では。やっぱりこの本とこの本とこう2冊ね、まあ、続けて読んでみると、僕の本と秋田さんの本を読んでみるとね、まあ、いろんな違いが見えてくるわけですね。でいろんな違いの一つはね、秋田さんというのはこの繊細なんですよね、こうアプローチがね、わかる、細やかな細やかなところをね非常に丁寧にこう触れていかれるんですね。でそれと比べて僕はね、いつもこう引いてはドーンと構えちゃうんです。それがだからその大きい展望とかシステムとかやっぱり見通しが見えないとダメなんですよね、うん、だからそこのやっぱり哲学者とか教育学者がやる仕事ってすごく重要だし、もしかすると社会学の教育社会学の人はもうちょっとそれを制度的に見るのかもしれないんですけれども、うんうん、まあそれとね、目が繊細なのよ、目が繊細、いやそんなことない、そんなやっぱり教師や学校との関わりも本当に丁寧なんですよね。僕はもう喧嘩しますからね、怒鳴り飛ばすしね、それから研究会に呼ばれてから途中で帰りますからね、バーンと。そういうことやんないでしょ。佐藤先生は本当に嘘偽りのない方だなって、うん、心に残っている経験っていうのがあって、うん、ある公開研に覚えてらっしゃるかどうか分かりません、うん、同僚の先生に呼ばれたので3人で進歩に行った、うん、それで2年か3年の成果発表会だった。 そうそう、その壇上でこれはダメですね、もう一回やり直した方がいいんじゃないでしょうかって私も見せていただいて確かに思ったんですけど、でも先生方のね、そこまでのプロセスを見たときに夜10時までね頑張って3年間やった研究会いいのかって思って
ってふっとこう思ったことがあって、でもあのそれを言う方が苦しいんだけど、あの率直なんだっていうことも、あ、私も言うことありますよ、うん、でもそういう時って先生方がやっぱこっちが心痛めてるの、佐藤さんの場合もそうだと思うんですが、分かってくださって腐るよね、うん、自分を傷つけてるよね、うん、だけどあのそういうことってあるんですよ、やっぱりあの自分一人が落ち込んでるわけ、うん、だけどそういうことってねすごく大切で、そこで怒らなきゃね、あの対等になれないんですよね、うん、本来、うん、だから波風立たずに済ましてその日はその日で終わればいいとは思う一方で思いながらね、だけどやっぱそれを失ってしまったら多分僕教師を信頼しなくなるな、学校を信頼しなくなるなと、僕は弱いから、弱け強ければね、まあ、その場で乗り切れるんだけど、多分人間お互い弱いんだろうと思うね。それはでもね、うん、例えば佐藤先生は、学校に時々こう入る、外から入る人だから、うん、そうそうそう、私もその外から入るからこそここで言わなきゃとか、でも学校の、うん、とかその先生方のやっぱり次の一歩を考えながら言われたりされるでしょ、うん、ただそういう時って秋田さんにないものを僕持ってて、破壊衝動が起こるんだよね。でももうこの校舎燃やしてしまいたいぐらい怒る、ほんと火つけたくなる時ある、子供の時はそうなんですよ、学校にもう火をつける夢ばっかり、そんなないないでしょ。私は穏やかな人間だから そういうのはないんだけど、不思議なのは佐藤さんと同僚としてはそういうことないんですよ、うん、で外の学校とかやっぱり外部に関わる時にはそういうことがあるんですよね、うん、すごくだから私思うんだけど、学校の中の先生方は本当は燃やしてしまいたい衝動に駆られても、うん、やっぱり言えないことがあって、それ大学の同僚間では言えないんですよね、お互いジクジクしながら言わないで我慢してるんだけど、うん、外でお互い爆発してるんじゃないですか。私はあまり爆発はしませんけど、うん、だからそれは心理学者だから、僕はやっぱ哲学は頭があるからね、だから自分がやっぱ思想家として生きていきたいというものでしかあの貢献できないという部分を持ってるから、別に威張ってるわけじゃなくて、うん、そうし、あの面白いんですよ、僕ね高校時代に目覚めちゃったの。どういうことに目覚めたかというとね、政治で勝つためにはね多数派にならなきゃいけないでしょ、文化で勝つためには少数派にならなきゃいけないです、文化の多数派って必ず負ける、うん、でその次はすごいんだよ、ね、僕は今振り返って天才だと思うんだけど、ね、一人で勝つ方法あるだろうかと思った、うん、これ思想です、うん、思想は一人で、ね、動かしてしまう、でそれはねあの僕は大それた思想家になろうと思ったわけじゃないんですよ、そこは誤解しないでね、マルクスのようになりたいとか、ね、ヘーゲルのようになりたいとかね、そう思ったわけじゃなくてふっと感じたわけですよ、うん、あ、そうか、一人一人が思想を持っちゃいいんだ、うん、一人一人がやっぱ世の中を動かせるんだ、うん、そういうなんか感覚っていうのがあって、うん、で何を言おうとしたんだっけ、そういうねやっぱ自由ということを考えるわけじゃないですか、ね、でその自由なところにやっぱり僕らは立たないとね、やっぱりあの教師たちに貢献できないというかね、うん、教師と同じところに縛られてしまってはねやっぱりダメなんで、うん、教師と共にありながらなおかつ、うん、やっぱりどっかで自由でなきゃいけない、うん、そういう部分ってやっぱり研究者って持ってると思うんだよね、それが僕の責任だと思うしね、でその自由であるためには2つのことが必要なわけですよね、うん、やっぱりあの自分に率直であることと、うん、正直であることと、それからもう一つは自分から自由になる、これが難しいんだろう、うん、これが一番難しい、でみんな自由というのはね一番束縛してるのは自分だってことに気づいてないと思うんだけどね、うん、そう思わない、すごくだからあのさっき自ら僕が一番束縛してるのは俺だよね、難しい、やっぱりでもそれはね、うん、あの自分の一体感覚っていうのは、うん、必ずこう過去と今がつながっていて、うん、それによって次の展望が見えるっていう一体感覚を失ったらば、うん、やっぱりその私が私でなくなるから、うん、そこが非常にこう難しいっていうふうには思うんですよね、で心理学者ってね、うん、
ある意味でこう普遍のつながりみたいなものとやっぱ育ちっていうことをとっても問題にするからね、うん、やっぱり思想とは少し違うかもしれないなって思うんですよね、うん、もちろん一人で言葉によって立つっていうことが研究っていうものの根幹にあるんだけれども、やっぱりその長い時間をかけて、こう変わらないようでいながらこう変わっていく様をこう追いかけていく、でそれに自分もつながっていって一緒に喜ぶみたいな感覚っていうのがやっぱりなんか研究者としての喜びで、その辺佐藤さんと違うなっていうのは前から感じているところではあるんですね、はいはい、まあなんていうかね、やっぱ学問ってことを考えるわけだよね。それで学者の端くれなんで、まあ、そういう話は普段しないから少し秋田さんともしてみたいんだけど、要するに学問的な探究をやっぱりやるためには全てを疑わなきゃいけないわけですよ。それで全てから自由になる必要があるわけだよね。で我々はなんかもうもう手がかりまみれたいろんな言葉や概念や知識によってもうがんじがらめになってるわけです。特に専門の研究やればやるほどそうなってくるわけですよね、うん、でそこからやっぱり自由になろうとするときに、一番ね僕の方法というのは多分アキさんと共通してるんじゃないかと思って聞いてんだけど、子供から学ぶことの教師から学ぶというかね、要するに教室の出来事から学ぶことなんですよね。で それ以外の方法をちょっと今のところ思いつかないわけ、教育を研究するときにね、自由になるための方法としてね。でこの間アジアのいろんな国、まあ、昨日もインドネシアから帰ってきたんだけど、その前も2週間前には韓国で、来週はまあ台湾で、その前は中国というふうに、まあ、いろんなね授業研究とこう接してきてる中で一番思うのはね、各国日本もそうなんだけど、教師に教える教育学者多いんだけど、教師から学ぶ教育学者って本当に少ないっていうことを思うんだよね、うん、私はね佐藤さんの本の中に、うん、見聞録の方だったかどこに書いてあったかちょっとは覚えてないんだけど、学び上手になるっていうことが非常にやっぱり大人になって専門家になっていくときにとてもこう大事だっていうようなことを、書かれているんですよね。で全てから自由になるって言われるんだけど誤解があるといけないので、多分何が自由かっていうことは知らなきゃいけない。だから過去の縦糸で何が起こっているかっていうことを知らないで好きかっていうことが自由なわけではないわけですよ。だから何は分かっているんだけれどもそれにとらわれない、全て学問って何かを単純化して述べているので、それに対してさっき佐藤さんが言われた言葉で言えばアクチュアルな場に出ていくことにおいて改めてやっぱり新しい出会いを自分でしていく感覚、そこから学問なので問いを作るっていうことが実は大事で、それは研究者だけじゃなくて実は子どもの学びでもそういう部分ってすごく私は大事なんじゃないかなって実は思ってるんです。今日割と学問の話をしていると思うんだけれども、実はその 学者の学びとか教師の学びとか子どもの学びとかって区切られてるわけではなく、その本来的にこう学んでいくっていうことが過去の自分の枠組みからある部分を自由にしていきながら新しいものと出会っていくことで開けていく世界っていうものがこう見えてきたり感じられる。でそれは実はすぐに言葉にはならないんですよね。でそれを急いで言葉で何か説明しようとかすでに持ってる言葉で何でも説明させようとすると息苦しくなるんだけど、こう少し温めておくとかずっと考えているうちに言葉になっていくプロセス、そういうものが実は私学びの中ですごく大事だなって思ってるんですね。知ったかぶりする院生って結構いるんですよ。で少しこうなんでしょう、かじろうとすると何年の何々がこうで何とかっていかに自分がお勉強したかっていうことを卑歴することが研究することだと思っている人たちがいて、でやっぱりそういう人は学べないんだと思うんですよね。でそういうものは知るんだけどそこを知りつつもいかに自分がそことは違う新しいものを得たっていう感覚を得ながらこう待ちながら
言葉にしていくまでに溜め込めるかっていうことが実は学びで大事で、小さい子でもそうだと思うんです。なんかもごもご言いながら言葉でこう手は動くんだけど言葉にならないみたいな感覚とかね、そういうものが学びっていうところですごく大事で、学習って言ってしまうとどうもそのイメージが消えてしまうような気がするんですけれども、一昨日だからインドネシア教育大学でね、講演した後に学生ってとんでもない質問する人やつっているわけよ、ね、でそれでパッともう真っ赤な顔してからもう興奮した状態で手を挙げて質問する。何の質問だったかというと、佐藤先生は教育を研究する上で何が一番大切だと思いますか。そんな答えられないよと。で、はたと振り返ってみたわけですよね、普段こう意識しないわけですよね。ちょっと待ってっていうふうに振り返ってみて、ああと思って、で教育を研究する上でそれはまあ教師として生きていく上でも一番大切なことなんだけども、というふうに答えて、それはやっぱ子供、どんな子供でも信頼することですよね、どんな教師でも信頼する、この前提がないとね、やっぱり教育の研究できないですよね。まあ、とんでもねえと思う教師でもね、やっぱ信頼する、この感覚は僕すごく今ね、これだけ学校が困難の中にある中にね、お互いが持ち合うことが一番必要な問題じゃないかなというふうに考えるわけですね。で、何を僕はいつも大切にしてきたんだろうと、まあ、振り返ってみたときに、どんな子どもでも信頼する、信頼に値する、あるいはどんな教師でも信頼に値するというね、それを本当にまずね、アクチュアルにやっぱり取り出したかったわけですよ。それをまた事実で示したかったわけでね。で、それが一番根源にあったわけですね。まあ、多分ね。で、ここから、秋田さんはね、もう若い時からそれをね、なんか正徳的に持ってる人みたいにする。そうでもないの？それは努力ですよ。努力ですか、やっぱり。でもね、佐藤さんの聞いてて、佐藤先生がよく信頼っていう、トラスト、トラストっていう言葉を、まあ、デボラ・マイヤーさんの、本が、まあ、翻訳されたり、いろんなところで信頼って言葉を使われていて、で信頼ってなんだろうってやっぱりいろいろ本を読んだり考えたんですね、でそうすると安心と信頼、山岸さんという社会心理学者が、はいはいはい、言ってらっしゃるんだけど、やっぱ安心と信頼は違って、安心っていうのはどんどんお互い分かり合っていくと安心になるわけです、なんかやった過去がうまくいってるからこれは大丈夫だっていうのが安心、それに対して信頼っていうのは未来に対して何が起こるかわからないけどかけてみて大丈夫だろうっていう期待感とか予想なんですよね、でこれからの不確実な時代に大事なのって安心を作っていくことだけじゃなくって、ね、信頼なんだと思うんです、で佐藤先生が言われる信頼っていうのは今までよく知ってる教師だからこの人に何かやってもらえば大丈夫だろうっていうのは信頼じゃなくって、何が起こるかわからないけどこう委ねてみるということが大丈夫だって思えるのが信頼で、やっぱり教育への信頼ってそういうものなんじゃないかなって思うんですよね、だけど傷つくでしょ、それって。そう、人に見せずに傷つくのよ、いや佐藤先生が前にやっぱり校内研修に行って戻ってくるときに、やっぱり結構私たちってね、感じたことを率直に言うと、後で先生方にも傷ついて申し訳ないこと言ったかなと思いながらすごく吐いたりすることがあるっておっしゃったじゃないですか、ですごく似た感覚を持って、こう帰りに自分だけ泣けてきちゃったり、本当は言ってよかったんだろうか、もしかしてあの先生がどういう思いであの授業の時にやったんだろうと、そう、子供もそうかもしれないんですけど、思いつつたまにしか伺えないからこそ言わなきゃいけないと思うことと、でも言ってよかったのかっていうふうに傷つきますね、だけど必ず返してくれる、それは何年か後とか、やっぱその次に新しくその学校に伺った時に、ああよかったんだって、やっぱり先生が変わってらしたり子どもの雰囲気が変わってきたり、それ変わるっていうのは自分の思った通りに変わったらいいって話では全然なくて、その人らしくこう生き生きとよりされてる感覚を持てると、やっぱりなんか良かったなって思うんですよね、だからそういうなんていうかな、まあ、信頼というのはやっぱかけるっていうか、相手にかけるということよりも、むしろ教育研究の本質だと僕は思ってるんだけど、教育の研究って複雑なんですよね、やっぱり心理学が介在したり哲学が介在したり政治学が介在したりね、それからまあ他のいろんな
さまざまな学問がそこに何でも社会学でも何でも持ってこれるわけですね。でも教育の研究が教育の研究であることの条件って何だろうっていうね、いつもそれを考えるわけで、そうするとさ、まあ、僕の持ってる今の答えは教育を内側から問えるっていうことだと思うんですね。外から問わないでね、教育を内側から問うて、で内側から解決していくというね、そういう、まあ、ことこそがやっぱ教育研究の名に値するわけでね。で教育問題、まあ、学力の問題にしても何でもいいんですよ、うん、そういう問題についてもやっぱり教育を内側から問うのではなくて外から問う方法もあるわけですよね、うん、まあ、それは教育研究という名に値しないんじゃないかというこう思うわけ、ね、でそういう時にやっぱり教育を内側から問うというのはじゃあどういうことなのかね、それを考えた時に、まあ、秋田さんがよく使われる言葉で僕も共通している言葉があって、それは引き受けるっていう言葉なんですよね。教育というものの現実を引き受ける、うん、この子を引き受ける、この学校を引き受ける、ね、この地域を引き受けるというね、その引き受けるところからやっぱ内側からの問いって生まれてくるんですね。でそうすると教育研究の方法論というのは多分ね、あるいは教育実践の方法論というのは多分ね、出発点は引き受けるところにある、うん、だからそうなった時に初めてなんかあの自分の頭で考えなきゃいけないし、だから自分の感覚をフル動員しなきゃいけないし、自分の知識をフル動員してやっぱりことに当たらざるを得ないですよね、うん、だからこの子に通用することがこの子に通用するとは限らないわけだしね、うん、この教室でいいことがこの教室でいいことは限らないでしょ。でしかも一言じゃないわけだから、必ず当事者としてそこに関わってるわけだから、うん、そういうね、そこの感覚なんだよね、僕大切にしたいのはね。で秋田さんというのはね、ある時期からそれをバーンと持ち出したんですよ、うん、東大来る前ぐらいからね。そのちょっとエピソードも話してくれる？で言われてもね、何のエピソードかわからないんだけど、うん、なんかね、なんかありそうな気がするんだよ。丸ごと引き受けるっていう感覚が、うんうん、やっぱり教育研究においてすごく大事なことなんじゃないかって思うんです。だからトラストってのはそれなんですよ、多分、うん、なんかこう、うん、存在も学校なら学校に関わらせてもらったら、それいろんなことが起こったり、自分の思うこととは随分違うことの方がたくさんあるんだけれども、それでも関わらせてもらっているから引き受けるっていう、逆にその外側から今起こっている改革とか、怖いのは複雑であるということが分かれば分かるほど細分化してね、チェックリストをしたりね、細かくして複雑なものは細かく細かくして対応をそこ個別にしていけば、そこだけを直していけば治るんじゃないかっていうような、あの引き受けるんじゃなくって、その狭めながら直していく感覚が今教育に外側からかかわるときに起こると思うんです。でも前に佐藤先生に言われたんだけど、やっぱ実践っていうのは複雑なものを丸ごと引き受けるから、複雑なものをさらに複雑に複雑に考えようとするとダメで、シンプルに丸ごと引き受けて、じゃあ何が起こっているのかっていうことを全部捉えようとしたときに見えてくるんだって。あの教育の構造ってみんなお互いにこう関わり合っていろんな問題も起こっているわけですよね。あの一つのことが一つで起こっていることはなくて、いろんなつながりの中で起こっている、それを丸ごとやっぱり見ないと見えてこないんだっていう感覚は、いくつかこう学校に入れていただいたときに感じたことではないですかね、うん、それを方法論にする必要あるよね。だからなんていうかな、あの内心軸自体のもこれ単純な本なんですよ、本当に読んでみると。でこれは非常に細やかな本でね、だから私が悩んでいるのはその現実の実践はシンプルに原理を捉えなければいけない、うん、ところが心理学っていうのは非常に細かないろんな学問の概念を複雑に作ってきているんです、うん、だからその中でどうやって実践を捉えるかっていうのが実は私にとって非常に難しい悩みです、うん、実践かかる。だから研究のね、まあ、ある種の方法論の問題とか、あるいはあの教育に対するものの見方の問題なんだけども、まあ、僕が一番大切にしてきたのは羅針盤なんですよね。羅針盤というのはね、要するにはね、だから教育っていうのはある種のこう研究もそうだし実践もそうなんだけど、あるなんか自信がないとできない病気じゃないですか、ね、怯えてばっかりじゃできないですね、うん、できないでしょ。子供がね、教師がさ、子供の前で怯えてばっかりではどうしようもないね、うん、だからグラグラしちゃいけないわけですね。でそうするとそれはまあ自信なのか何なのかね、コンフィデンスなのか何なのかって僕はどうも違うような気がしててね、自信じゃなくて、ある時分かったのは確信だと思ったのね、つまり確からしさというやつね、
だから自信というのはこれができるあれができるという感覚なんだけども、こうなるじゃないかと、こうすればこうなるだろうというようなね、そういうものがある種のコンフィデンスとしてこうできていくと、まあ、実践もできまた研究も進められるかという、そういう発想ではなくて、分からないんだけど、分からないんだけどこうしかありようがない、というふうな、なんかこう内面的なね、要するにだから自分の一人一人が持ってるなんていうのかな、羅針盤って僕は読むんだけど、どこ行くか分かよく分からないけど、自分の中にある羅針盤はこっち向いてるっていうね、この感覚を大切につけたんですよ、ね、ちょっとよく分からないところがあるんだけど、その羅針盤っていうのは例えばその自分が持っているビジョンであったり、そうビジョンだったり、いろんなものがある、例えばこうなんでしょう、学問の流れの、まあ、歴史もやってらっしゃるから、そういう流れの中であると確かに次にこういくのではないかっていう、その自分は やったり感じたことはないけれども奥行きとして分かっていくっていう、なんかこちらに行けば確かではあるっていうような、そういう感覚を言ってます、私よく分からないんだけど、羅針盤って分かるようで分かんない言葉なんだけれども、そうだね、どう説明したらいいんだろうね、羅針盤と同時に地図も必要だよね、その両方のことなんだけどね、羅針盤と地図をいつも描きながら、羅針盤を頼りにまた地図も描き直しながら多分進むような、そういう世界だよね。だから、まあ、それをどういうのかな、まあ、ある種なんか落としていくところがあるわけですね、こう日々出会っていくことのをその自分の中にある羅針盤を確かめながら地図に落としていくというね、これ全部地図だよ、これね、一言で言えばね、だから概念マップというか知識マップなんですよね。だからそういうふうに考える考え方で、まあこれまでもこうやってきたんだけども、それだけではどうも足りないっていう感じすごく持ってて、でそれがまあアキさんのようにこう非常にディテールの複雑さをね、それでそこに織り込みながらさ、まさに織り込みながら作っていくようなこう授業研究の方法論というのかな。というのがね、とても大切なんだろうな。それはすごく複雑な仕事なんだけどさ、できるかどうかも分かんないけどね。で、まあ今日いい機会なんで一つお願いしたいことがあるんですけど、10年以内にさ、2人にお願いしてるの？それは秋田さん、皆さんにお願いしたでしょうか。10年以内にさ、授業研究入門のような本を強調で書きませんか。そういう話はあったんですよね、僕稲垣先生と書いたんですよね、自分の先生とね。だから今度これを自分のもう一つのライフワークで秋田さんと書ければ、これは本当に夢だなと思ってるんですがね、どういいですね、でも非常にこうそれをどう書いていくのか、また苦闘が続くんじゃないかと、そうやっぱり実践に関わることと、もうそろそろやめてほしいっていう、はい、あれだと思うんですけれども、まだまだ問いはこう続くわけですけど、話せば気にないからね、はい、はい、質問へ移りましょう。あ、でどうすんの、OK？ 聴衆の、いや違う、今のお願い、はい、はいはい、ぜひ、いやもうそれは覚えていてね、引き受けるっていう感覚で、ね、腹が座るっていうか しかないのですよね、佐藤学さんって面白い人でですね、前に最終講義の時にも話したんですけど、一緒にご飯を食べてても突然立ち上がって思いついたらどんどん出てっちゃう、私まだデザート残ってるんですけどみたいな、そういうことがありまして、前にやっぱり一緒になんか清水さんもいたんだけど、上がっていくと思いつくとどんどん一人だけ先に行かれるんですよ。でも羅針盤のようにこっちだよって行くと確かなんです。ですからそれに付き合ってみたいと思います。ありがとうございます。はい、それで今日はこれからの学びについてっていう、多分聞きに来てくださった方と少し私たちのトークにズレがある方が刺激的だと思うんですけど、ズレがあるかもしれないですし、いろんなご質問をいただけたらというふうに思います。質問と応答ということに、はい、どなたか唇を切っていただけると。あ、こちらか、あ、どうぞ、そちらから。学習院大学の太田と申します、はい、先生の授業にはですね、こっちいたんです、黒い服で。で、それで今日はですね、その放送大学で隣にいた秋田先生の顔が見たくてここに来たんです。来てよかったです、ね、いや
ありがとうございます。もう一つ、学習という言葉が、まあ、使いにくいから学びという言葉を使ったというのは、僕すごい問題がいろいろあると思うんですけど、つまり習うってところが魅力を失ったってことですよね。だから僕はすごい大事なテーマだと思うんですけど、習う、学習も習うっていうのですね。そうですね、学習院では言わない方がいいと思います。いやいや、孔明天皇陛下が怒ってしまいます。で、正直佐藤先生にはいろいろ質問ができると思うんですよ。あ、学習院で捕まえて、でその度にバカ野郎とかできるなとか言っていただければ嬉しいんですけれども、ただちょっとこれを聞かないと先生の今後の本が読めないかなと思って、まあ聞きたいことがあります。で、これを聞いたらちゃんと純句用で本を書こうと思います。じゃあいつもリブロが純句用で守るんです。で、学びの共同体というところでずっと何年ぐらい前から先生はおやりますか？言い出したのは20年近く前なんだけども、ちゃんと形になり出したのは15年ぐらい前からね。それで15年前ってことは、まあ、中高だと大体20歳とか30歳の人たちがすごいいると思うんですよ。で、それでその要するにどういう大人になっていったのかとか、あとどういう人間になっていったのかっていうのを、そういうのを具体的にちょっとお聞きしたいと思います。どう教えないんですか？分かんないね。まあいや、分かんないという部分と、学び共同体で育ちましたという人と随分出会うようになった最近はね、うん、で、それは確かですね、うん、でどういうふうに一般化できないでしょう。いや、もうなんか、うん、例えばあいつがどうとかこいつはどうみたいな、そういうのになんか一言言われると僕はなるほどね。まあ、その前の問題としてね、やっぱり教育っていうのをその大人になった時の効果という形で見るという見方を、僕はもし そういう質問であるとすればね、それは非常に疑問を持ってるんだよね、うん、つまり教育は今のためにやってて将来のためにあるんじゃないというふうに僕は考えてるね。だから今を幸福にするためにやっぱり教育っていうのはあって、でその結果として将来につながればいいという、そういう発想なんですよ、はい、うん、だから結果としてこういうのがで、こういう大人になったということでね、教育の価値はやっぱ見るべきじゃないんじゃないかなというふうには思いますね、うん、だからそれはしかも人によって現れ方はみんな違うわけだしね、うん、じゃあ僕は小学校の時にいい教育を受けたかというとそんなこと全然ないんで、うん、ね、反面教師がいっぱいいたわけだよね。だから火つけようと思い続けたことが今につながってるわけでね。でもそれもまた一つの教育でね、うん、というふうに考えるんで、まあ、ごめんね。いやいや、ごめんなさい、分かりました、うん、もちろん出会った人、いろいろなタイプの人、いろいろ感じたことはもちろんたくさんあるんだけどね、はい、うん、はい、分かりました、ありがとうございました。あ、でも子供については言えないんですけれども、少なくともそこで15年ぐらいずっと付き合ってきた先生たちっていうのはたくさんおられるんです。で、そういう先生たちがやっぱり確かな手応えで授業を作ったり、その時震災だった先生が今や学校で中堅になっている先生たちっていっぱいおられて、そういう人たちがやっぱり手応えを持ってその教師という仕事を引き受けてやってくださっている事実っていうのはすごくあるかなっていうふうには思っています。まあ、学びの共同体の一番強力なところっていうのはさ、学びの作法を体で身につけることだと思ってるんだよね。だから子供を育っていった大学生になった時でもみんなゼミとかですごく同じような感覚で学んでるよね。それから学びの共同体やった先生方が不思議なことに一旦染まるともう絶対離れないね。これすごいね、信仰宗教だと思ってるんだけどね。で、今のね、多分その、いわゆる学力で測れる、ものだけではなくて、その様々な共同で学び合う関係とか、
その付き合って、自分で自分の、物事に関わって学ぶ力とかそういうのをつけてるんだと思うんですね。学びの共同体の調査はないんですけど、私は乳幼児期をやっているので、今イギリスで例えば15年後とかハーバード大学が20年縦断研究をやった結果ってたくさん出てるんです。で、一番スタープロジェクトってハーバードの面白いんだけど、実は、幼稚園から小学校3年生ぐらいに、その学び合うような仲間関係いい子どもたちっていうのは大学までは学力関係ないの、で差はないんです。ところが就職して3年後ぐらいから大きく違いが出てくる。で、なんでだろうって言ったら、そこまでは個人ベースの学力って、大学までってみんな個人の評価なんです。ところが職場に出ていったら新しい環境に適応する力とか、お互いに学び合ったり支え合う力っていうのが違う。まあ、アメリカの研究は納税者番号でその人がいくら税金を納めてるかっていうのを後で調べて、こんなに年収に違いがあって、健康とか幸せに違いがあるっていうデータを出してるっていうのがいいかどうかは別なんですけど、でもそうやってやっぱり人と人が交わる関係って、学校と言われるところにいるときには目に見えないものも実は育てていて、測定できないけどっていう部分はあるんじゃないでしょうか。2つ質問をお願いします。1つ目は身体性ということなんですけど、今ちょっと育休中で現場離れてるんですけど、もう忙しくなったりとか、それからこういろんな要求が来ると、もう自分もわけが分かんなくなっちゃって、自分の中の感覚っていうのも何なんだろうっていうのがすごくあるんですね。で、やっぱり今ここでこの子たちは何が起きてるんだろうということを見たり、また後でこう思い返したりするときに、果たしてこれでいいのかなみたいなこと、すごくこうジレンマっていうか、あと先ほどおっしゃったこう過去の自分とか、その育ってきたこととか、そういうことをすごくこうどうなのかなっていうふうに思うことが多いんですね。で、まあすみません、なんかお話を振って申し訳ない、例えば先生方もそういうこう自分の身体性っていうか、そういう感じてることとか、そういうのをどんな風にこう振り返ったりとかしているのかっていうことを一つ聞きたい。で、もう一点は、まあ、ちょうど中、まあ、40今41なんですけど、ちょうど真ん中辺に来てる時期 で同僚とどういう風にこうつながっていくかっていうことがすごくこう私の中で課題で、自分だけとか自分のクラスだけなんとかなっててもダメなんですよね。やっぱり学校全体、学年でってどうやってつながっていくのかっていうのがすごくこう軸としてるっていうところがありまして、そういうのでこう他のね、たくさんの学校をご覧になっている先生方で何かヒントというんでしょうか、そういうことを教えていただければ大変ありがたいんですが、お願いいたします。自分の身体性をどうやって振り返っているか、一人で振り返るのはなかなか難しいです。ところが例えばこう複数、まあ、例えば佐藤さんとあんまり見ることはない、今はないんですけど、いろんな人がこういると、そこで改めて言われたり、それから私はだから他の人の鏡とか声で自分の身体性に気づくことってあるんです。例えば私は授業を見せていただくときに、保育と同じように子供が低くなれば低くなるし、先生がこう言えば動くんですね。ところが多くの研究者はどうも、後ろに座っているか決まった位置で見ていると違うんだっていうことを、他の人が私について語ってくれることから気づくとか、一緒にいて気づくっていうことはあるんです。で、多分先生方の身体ってやっぱり他の教室見てみると、その雰囲気が違うとか、それから言い方が違うとか、そういうことにこう改めて、気づかれることっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思います。またすごく素敵だなって今伺ってて思うのは、やっぱりこう中堅になられた時に自分の教室だけがいいっていうことではなく、やっぱりそれは小学校なら6年、中学校なら3年一緒に引き受けていかなければならない、そこの感覚ってすごくいいなと思うんですけれども、その時にやっぱりだから私は授業研究ということを一緒に実際に教室を開いて、お互いに子どもの姿を見合うっていう、これは佐
藤先生や稲垣先生から学んだことですけれども、それしか道はないんじゃないかと。いくら実践記録や自分はこうやったって口で言っただけではダメで、やっぱり映像であったり、まあ、本当はその場に立ち会いながらお互いに開き合っていくことで初めてつながっていくことが多いんじゃないかなって。それで共有できる部分ってあるなと思います。私がやっぱり別の学校ですけど10年ぐらい入れてもらった学校で、この間嬉しい言葉を聞いたんです。必ず私は授業のビデオを撮ってもらうんですけれども、全部なんか見る時間も暇もないんです。 でも素敵だなって思った場面とか、ここいいなっていうところだけ選び出して 2,3 分一緒に見ようよっていつも申し上げてるんです。そしたらばそれがだんだん一致してくるって、みんなが。で、最初移動してきた先生はって、でもここ見たいねっていうのが、決して目立つ子だったり立派な発言じゃないんです。でもこういう感覚っていいよねとか、ここが変わったねっていうのが一緒に感じられるようになるには結構時間はかかるんですけど、そうなっていった時に多分みんなつながって、同じ授業間、それはそのこういう教材はこの方法でやるっていうのとは別の次元で、あの育てたい子どもの姿が共有できていくんじゃないかなっていうふうに私は思っています。まあ、僕の答えはね、身体性っていうのは僕も割合体ズタズタな方なんですよ、神経とかね。よく言えば細やかと言えるけども、悪く言えば神経質な方なんで、やっぱりイライラしてきたりとか、自分で自分の体がコントロールできないようなね、落ち込みとかいろいろ経験しますよね。だからそれはまあ現代の社会生きる上でしょうがない、仕方ないんですよね。誰もがそういう経験を持っていると思うんですね。特に学校という場とか教育の場というのはそういう 場所なん で、僕は ともかく旅ですね、一人旅。だから教師が旅を進める。だから一人になった時に、例えば泣いたらバーッと飛ぶじゃないですか。なんかね、体全部が溶けるみたいに感じるもんね、離陸した途端にね、ああズタズタだったって分かるわけですよ。だから傷ついてたっていうこと分かるね。でそういうなんかリコミットメントって僕は呼んでるんだけど、一度外を出て、まあ、帰ってくる。で僕はあるボストンでね、とても親しい小学校の校長さんがいて、ペトナさんってとても親しい、尊敬もしてるんだけど、彼がとてもいい仕事をいつもするわけですね。で彼にいつも聞いたんだよね、その秘訣何って聞いたら、お昼休みに30分間林を歩くことだって言ってた。毎回それは欠かさないって言ってるんですね。なるほど、でリコミットメントだよ、なるほど、これ一つの知恵かもしれないね。だから僕らはなんか一つ状況から一旦こう身を引いて、もう一つ自分をなんか考えないことなんだよね、要するに林の雰囲気とかその空気を吸うこと、それからふっとまた元に戻ってくる。この時考えちゃいけない、人間ってやっぱ考えすぎるんだ僕は、だからそういう時にふっと自分の感覚さえ、気持ちよくなったなと思うときにまたね出会っていくという、そういう感覚が必要なのかなというのが一つね。それからあと同僚との関係はね、やっぱり僕も悩むところなんですよね、いろいろね。でいろいろもちろん誰もが悩んでると思うんだけどね、同僚とかいろいろ学校の関係とか、そういう中で一番感じるのは2つのことを感じていて、で1つはね、男の場合はよく飲み屋でつながるんだわ。で僕はこれ嫌いでね、飲むのは好きなんですよ。だから飲むのをね、なんかそういう形でつながるのが本当に嫌でね、で飲み屋で政治の話とね職場の話をするでしょ、僕大嫌いでね、飲むのは楽しく話したいわけ、いろんなことをね、趣味とかさ、考えてるとかね、そういうのは好きなんだけどね。だから昔から嫌だなと思ってね、男の同僚関係ってね、だからそれからもうあまり飲まないようにしたんだけど、でただしやっぱり同僚関係の一番大切な点は2つあって、で1つは仕事でつながるということだよね、やっぱりさっき言った教師の場合は授業の研究でつながっていくとか、我々の場合は研究でつながっていくっていうね、そこしかないんじゃないかな、それからもう1つは、例えば10人いる職場であるとすれば10分の1だと僕はいつも思ってるんです、できることは、10分の1ができればいい、そこから10分の1はきちんとやろうと、で10分の2を求めないことね、自分にね、
でこの感覚もとても大事、これはまあワンオブゼムというふうに僕の稲垣先生いつも言ってたけど、ワンオブゼムだよ佐藤さん、その10分の1であることがとても大切。でもこれはなかなか難しくてね、10人いるときは10分の1、12人いるときは12分の1ね、そういうふうに自分を見ていけるかどうかだというふうに思いますね。これはでもすごく難しいことだけど、この前こういうの講演会やったら一番前にいた小学校5年生の男の子がね手を挙げたんだよ。300人が出て、佐藤先生の車の色って何色ですかってこの子は1時間半このそんなこと考えないで黙って、素晴らしい質問です、ね、どうぞ、はい、ありがとうございました。非常に楽しみにしてましたし、でも始まる前ちょっとすごい先生すぎちゃって圧倒されちゃうかなと思ったんですけど、始まった途端にも引き込まれちゃってすごく楽しかったです。で僕からは1点だけなんですけども、時間もあると思うんで、学びってことでこう学べない人、ケアの問題、私福祉の問題の方に興味があるんで、生きていくことがまあ辛いっていうか、学ぶことが辛い人に対して、まあ、どういうふうにコミットしていけばいいのかってことを伺いたいと思います。学びってね、僕は快楽なんですよね。プレジャーって言葉使ってるんだけど、であらゆる快楽はね苦痛なんだよ、だからでしょ、あらゆる快楽ってやっぱ苦痛なんですね。だからプレジャーなの、だから身体的な喜びなんだよね、だって学ぶってすごい苦痛じゃないですか、だから辛いというのはね、その辛さってさすごい大切だということを伝えてあげることが一番大切なんじゃないかな、辛いことなんだよって、だから、それがやがて快楽になる、だからやがてね、でそれをやっぱ信じてほしいと思うよね。だって何も学ばない子供たちってさすごい最初は辛いよ、教科書開くんだって、僕は自分がね学生の頃に家庭教師じゃなくて塾やってた時、一時やって、その時に一人の女の子だけは一番前に座ってるの、絶対に教科書開かなかったからね、何を話しても。である時一人残って泣いてるからさ聞いてみたんだよ、どうして教科書開かないのって教えてくれるって聞いたら、教科書の表紙が鉄の扉のように思いついたよ。でそれ聞いた時ね、ごめんって言ったよね、それは分かんなかった、だからやっぱ辛いんだと思う、最初に分かんない子がそういうのを学び始める時はね。だけどそれを開き始めて一緒にやる時はその数学がさやっぱ大好きだったからね、そういう辛さというものをやっぱりどうやって快楽につなげていくのかね、それをやっぱ僕らが信じてあげることじゃないの。学ぶっていう障害学習社会とか、学ぶっていうことだけに価値を置くっていうことに疑問を持っていて、乳幼児などを見ていてもあまりに学びっていうことを言うよりも遊ぶこと、人生って学ぶだけじゃなくってやっぱり暮らしたり遊んだりっていう、そういうことにもすごくこう価値がある。なんか今の社会があまりにも何を学んでいるのかとか、どれだけ学べたかっていうことに価値がなんか重きが置きすぎてるんじゃないか、豊かに暮らすっていうことは楽しく遊べるっていうことも、なんか遊びの下手な大人が増えてるなってこう思ったりはしているんです。ただ、学校とかそういう場所で学べないっていう子どもたちを見てきたときに、まず一つは学ぶ場合には必ず安心や安定がない限り学べないですよね。やっぱり前に九州のある学校に伺った時に、児童養護施設からたくさんのお子さんがその学校に来ていて、やっぱりこう声を上げている、
で学ぶどころではなく先生がやっぱりこう虐待を受けてたり大人に対する不信でその場にいるっていうこと自体がこうきつい、そういう子どもたちはまずはその受け入れてもらっているとかクラスの子どもたちが受け入れてくれる、先生が受け入れてくれるっていう安心感や安定感とともに面白いものがあって初めてこう学べる、いくら教材が面白くてもやっぱりそこの場が居心地が悪かったり自分の居場所がそこにあるって感じられなかったら落ち着いて学べないんじゃないか、私はなんかそういう、 こう安心とか擁護とかっていう側面が特にこう福祉的に見た時には大事だし、こうそこで打ち解けて遊べるような感覚が一緒に人とこう関われてきて初めて学ぶっていうことと実は遊ぶっていうことが一緒になってくる、苦痛だけどそれがまた快楽にもなっていくっていうところがあるのかなっていうふうには思っています。まあ、僕も秋田さんも同じ随分学んだリー・ショーマンさんというスタンフォード大学の教授がいるんだけど、その人が学ぶということをね、学びの始まりはねピカブーだという話をしてくれたことあるんですよね。僕はすごいいい話だなと思った。ピカブーというのはいないいないば、ね、英語ではピカブーと言います。で赤ちゃんねこう学びは恐怖から始まるというわけですよ。なぜかなぜならね、例えば赤ちゃんがいないいない場合やると最初ガーッと怖くて泣くよね。でそのうちに今度は同調するようなんですね、うん、それでピカブーってびっくりするような怖くて驚きね、うん、でも泣かなくなる、うん、その次に今度は同調するようになるね、うん、一緒に、うん、ピカブーってうんとか自分の方から同調するね。でそのうちに今度は快楽になってくるっていうんだよね、待つようになる、うん、で快楽になるというね話を聞いたときね、とってもいい話だなと思ったんですね、うん、つまり学びっていうのはねやっぱり最初はやっぱり恐怖や苦痛から始まると思うの、うん、だって異質なものを取り込むんだもん、うん、そこにはいろんな壁があるしね、だからそういう時にねやっぱりそれを理解してくれる人がそこにいること、うん、だから I am here なんだよな、うん、私はここにいるよっていう人がねそこに友達であれ教師であれいるということがねやっぱり一番大切で、うん、その人がねやはり付き添ってくれる、ね、だからペダゴーグというのは道の連れ添いなんですよ。教師のもとはペダゴーグという言葉は、うん、子どもの道案内を道を一緒に歩いてくれる人、これを教師と言ったんだよね古代ギリシャではね。そういう本来の姿はねやっぱそうなんではないかなと思いますね。あと1、2ですね、うん、もう時間もあるでしょうね、2つぐらいにしましょうか。どうぞ。できるだけ簡単に答えをします。ついつい言いたくなってしまうんです。最初は1年生で今なんか教職を取ろうとして頑張ってるんですけど、なんかいろんな話とか聞いて今ちょっと混乱しちゃってるんですけどなんかそれでなんかそういう学びとかってなんか自分自身がなんか教師になりたいんですけど、そういう時になんかできるのかなっていうすごい不安とかが来るんですけど、なんか今からできるじゃないんですけど、なんかすごい漠然としてるんですけど、そういうのでなんか努力するべきことがないですなんかありますね教師はね、教師になるんだよね、うん、教育によって教師になるの、もっと言えば学びによって教師になるの。だから今1年生でしょ、うん、だから不安はもちろんあっていいんだけど、やっぱり教師になるというプロセスを自分で描いてみるといいね。で一番大事なのはやっぱ学ぶことだと思うし、それから何小学校の先生になりたいの、中高の先生ね、そうするとどっか教科のイメージがあるわけだよね。ね、何？社会科の方ね。そうするとやっぱり社会科についてさ、一番いい学び手になっていれば、うん、子供の学びが付き添っていけるんじゃないかな。うん、それと同時にやっぱり秋田さんの本を読んでください、ちゃんと。
先生っていう仕事って本当に素敵だなって、私は自分が直接、まあ、大学の教員ではあるんですけど、教壇には立ててないのでいつも思うんです。やっぱり生涯学び続けて子どもとの成長っていう、もちろん老いていく方のケアっていうのも大事だけど、なんか育っていくところに立ち会える仕事だと思うんです。だからすごく手応えがあるから、不安でもぜひそれを乗り越えながら、そういう不安な人ほどいいんです。ね、私は教師に向いてるなんて最初から思っていたり、家庭教師でうまくいくなんていう人はダメなの。不安に思ってる人こそなんか子どもとセンシティブにこううまく付き合えるんじゃないでしょうか。楽しみにしています。貴重なお話ありがとうございました。早稲田大学教育学部に所属しております藤田と申します。今日実は卒業論文を書くにあたって書籍を探しに来たら、偶然佐藤学先生のお名前を拝見しまして、でこちらに吸い込まれてまいりました。友人との約束を今保護にしている状態です。卒業論文を書くにあたって教育学を専攻しております。それで私の疑問の出発点が、主体的な学びということを今トップダウン方式で進めようとしているっていう現状があって、でも主体性を持てって言えば言うほど遠ざかっていくんじゃないかなという疑問点から出発して今その研究をしております。そこで今いろんな論文を書いて読んでいて、いろんな権威というか、その、まあ、今日もイリッチの論文を書いてきたんですが、そういうものを読めば読むにつれてそっちの方に感化されていってしまって、主体性、自分自身の主体性がなくなっているような感じがして、どんどんこの何というんですかね、この迷宮にはまっているような感じがして、今非常に苦しんでいる状態でして、どういうようなアプローチをしたらいいかアドバイスをいただけますか。来てくれてありがとう。純駆動の教育の欄に僕も時々立つと、教育所欄に立つと学生たちが来て、本というかまた佐藤学ぶかとか言ってんだよね。僕が横にいるのにね、またはねえだろ、またはねえだろと思って、でも名前見て来てくれるんだからありがたい。ですね、すごい素晴らしい質問でね、その質問をねした哲学者いるんですよ。フーコーなんですよ。ミシェル・フーコーなんですね。ミシェル・フーコーは今の問いからスタートした。でどういうことかというとね、要するに主体っていうのは従属なんです。サブジェクトと英語で言うのはね、従属するという意味なの。不思議でしょ、でこれはね、僕は日本アジアにおける主体性論というのはちょっと間違ってると思ってて、アジアで考える主体性というのは何か絶対的に自由になることみたいに考えるみたいなんですね。だけど主体というのはそういうことじゃなくて、サブジェクトとサブジュゲートね、サブジェクトという言葉は家来になるという、ね、だから何者かにね、やっぱり家来になることなんです、従属することなんです。だから近代においてね、主体的であるためには神のもとに従属したり、あるいは真理のもとに従属したり、ね、あるいはある時は王のもとに従属したわけだよね。日本だってそうですよ。やっぱり明治の、ね、維新の志士たちはさ、まず忠誠を学んだわけだよね。従属することを学んだわけ。で、従属することを学んで、新しい国家とか、そういうものに自分を、要するに、主体にすることができたわけですね。ですから、今の手はとっても重要な問いでね。だから自分が、イリッチを読めばイリッチになんか入れ込んでしまう。佐藤学べれば佐藤学べ入れ込んでいく。そういう中に主体があるんだって。だから、でその中にあるところの落ち着き方っていうのは出てくるから、って思うんですね。だから僕も従属してるわけ。だから僕の場合は、まあ、簡単に言うとやっぱり事実だよね、それから事実と歴史とそれから自然、これはもう絶対従属します、誰が何と言おうと、その事実に対しては謙虚でありたい、ね、それから歴史に対しても謙虚でありたい、ね、それから自然に対してもやはり従属したい、より自然に生きたいとか、そういうものあるでしょ自分の中にね、そういうものを作っていけばいいだけだと思う。それは人によってはやっぱり主体であることの意味合いが違ってくると思うけどね。でもそれは非常に根幹的な問い。
ただし間違えちゃいけないのは絶対的自由というね、要するに絶対的な主体というのは、これはだからキム・イルソンの主者思想というのはそうなんだよな、あれ絶対的主体なんだよね、あれ間違いです、東洋思想にあるですね、一部にある、あの主体思想は僕は間違っていると思う。ラストワンぐらいにしないとまずいですよね。朝でもやる、朝前でもやってみるんだけどね、楽しい。ようなので最後に一言秋田さんに締めていただいて終わりにしましょう。今日はありがとうございます。今日は放送大学総書が、20冊目になったということの刊行で、これを、設けていただいたということです。で放送大学ではなかなか、時間が合わなかったりこう読めない方も多いと思うので、手に取ってこれだけではなく教育も竹内先生となんて私が宣伝しなきゃいけないのか分かりませんがもう一冊出ていますし放送大学って私たち研究者もテキストってすごくコンパクトにいろんな新しい分野を学ぼうとしたときにまずは演劇論読んでみようとか、ああじゃあ今福祉はどうなってるとか手に取るのに本当にいいテキストがたくさんありますのでぜひそういう形で読んでみてくださったらというふうに思います。本当に土曜日遅くまで、どうもありがとうございました。そして純駆動の方にもありがとうございます。佐藤先生、秋田先生ありがとうございました。ご退場いただきますので大きな拍手でお送りくださいませ。